球の裏側でアパレルブランド起業、新商品開発に完全密着。発売まであと6日。ケニアには彩り鮮やかで個性的な柄の布が現地の方々の生活に根付いていて、その布を使ったアパレルグッズを販売するラハケニアを運営している私たち、11月3日に新作のフーディーとトレーナーをオンラインサイトで発売するのですが、その制作過程の全てを大公開します。遡ること8月、商品制作がスタート。デザイナーさんに挙げてもらったデザイン画をもとにサンプルを制作していきます。アフリカのって日本にはないような個性的な色と柄を使った布なので、総柄のお洋服を作るとちょっと着るのに抵抗があるっていうお客様がいたりして、今回の商品はアフリカ布をもっと気軽に身にまとっていただけますようにという思いを込めて、布をワンポイント使いしてカジュアルに着られるお洋服にします。完成図を具体的にイメージするために、トレーナーとフーディーの方にアフリカ布を合わせていきます。テープでベタベタ貼ってて手作り感満載。デザイン画通りに一通り布を当ててみたけど全然しっくりきません。無地布とアフリカ布の組み合わせって意外に難しくって、画像上ではいい感じと思っても実際にサンプルを作ってみたら全然可愛くなかったり、あーでもないこうでもないと機能を重ねてサンプルデザイン決定。制作を依頼する工場へゴー。道中は野生動物がいる国立公園を横目に車を走らせます。アフリカでのものづくりは信頼できる作り手を探すのはめちゃくちゃ大変で、必要な機械とか素材がないことも多くって、理想を形にするにはチャレンジがすごい多いんだけど、どうやったらできるんだろうってみんなで考えて、いろんな人に助けられながら一つ一つの商品を完成させていきます。次回は個性的すぎるケニア人工場長とバトル？